ゼニガタヘイジ取り物控え。野村古道。七人の花嫁。一。やい八。何です親分。ちょいと顔を貸しな。へへへ。こんな面でもよかったら存分に使ってください。気取るなよ。どうせ身代わりの偽首って面じゃね顔と言ったのは言葉のあやだ。本当のところは、 てめえの足が借りて。鳥物の名人とうたわれるくせに、めったに人を縛ったことのない御用聞きの銭形の兵士は、日なたでとぐろを巻いている古文のガラッパチに、こんな調子で話しかけました。松は過ぎましたが、妙に生暖かいせいか、まだ江戸の町にも塗装の酔いが残っているような昼下がり。中年物の,の客を送り出すと、 平次はすぐ縁側へ回って、ガラッパチを居眠りから呼び起こしたのです。へ、ええ、どこへ飛んでいきゃいいんで今の話を聞いたろ。あの客が長々と話し込んだ、い,いえ聞かねえ人の話なんか聞きゃしませんよ。そんな寂しいはっちゃんじゃねえ。いい心がけだ。と言いてえが、実は居眠りをしていたんだろ。う。 まあ、そんなところで。何しろ、日なたはあったけえし、懐は涼しいし、じっとしていりゃ眠くなるばかりで。呆れたもんだ。まあいいやな。俺が詳しくさらってやろう。お手数でもそう願いましょうか。黙って聞けよ。え平時の態度にはいつもに逃げなく真剣なところがあるので、無駄の多いガラッパチもさすがに口をつぐんで、 親分の顔を見上げました。今ここへ見えたのは、実験棚の八尾徳の主だ。一人娘のお線を、同じ商い仲間の末広町の八尾峰の後取り息子に嫁にやるについて、俺の力が借りたいと言うんだよ。悪い虫でもついてるんでしょう。どうせ当節の娘だ。そんな話じゃねえ。聞けば近頃神田から日本橋へかけて、 花嫁がちょいちょい消えてなくなるそうだな。それなら聞きましたよ。祝言の晩に雪型知れずになった花嫁は、これからこっち二人くらいあるでしょう。どうせ言い交わした男でもあって、いよいよという晩に花嫁姿で道行きを決めたんじゃありませんか土壇場に据えると女の子は思いのほか強くなりますからね。ところが、八男の主の話では、消えた花嫁が三人もあるそうだよ。 妙に気が揃ったもんですね。そんなのんきなことを言っちゃいられない。一月や半月のうちに花嫁が三人も雪き方知れずになるというのは少しおかしくはないかな、八。そういえばそうかもしれませんね。どこのうちでも娘に男があって逃げたと思い込んでいるから世間体をはばかって表沙汰にはしないそうだが、八男の主はどうも自分の娘も消えてなくなりそうで心配でたまらないと言うんだよ。 なるほどね。そこでてめえへ頼みというのは、そのお染とかいう娘に虫がついてるかどうか、嗅ぎ出してこいというんでしょそんなキザな用事じゃない。娘の身持ちは、八男の主が引き受けるって言うから、差し当たりそれを信用するとして、てめえはそっと嫁入りの行列について行って、一晩見張っていさえすりゃいいんだ。なるほど、こいつは嫌な役目だ。なんだと八。 知恵も銭もいらねえ代わり、低た辛抱役だ。花嫁について行って、三々九度から床逆きまで見せられた日には、全く楽じゃないぜ。贅沢を言うな。これでも一人んですぜ、親分。一人んだから、そんな場所によく目が届くんだ。役不足なんか言っちゃならねえ。へっ、助からねえな。ガラッパチは文句を言いながらも、頭の中では、 その晩の冒険に対するいろいろの計画を巡らしておりました。2。日本橋の実験棚から神田の末広町まで自動車で飛ばせば五分くらいで行ってしまいますが、昔の花嫁の行列はそんな手軽なわけにはいきません。町内の籠ゴ生から別仕立ての籠が五丁。 花嫁と中尾夫婦と嫁の付き添いと、親類の重だった者が乗って、あとは縄文のついたちょを挟んで思い思いに歩くところですが、自節柄物騒というので籠だけを飛ばせ、しだしはゆるゆる後から練っていこうという寸法。伊達天のようなつぶよりの若い者に担がせた五丁の籠は、江戸の町の良いしもを踏んで、ちょうど明神下からネズミア横丁へ抜けようとした時でした。 闇の中から不意に飛んできたのは一本の棒。これが花嫁の乗った真ん中の籠の先棒の股の間,の間へさっと入りました。な、何をしやがると言った時はもう見事につんのめって、弾みのついた籠は往来の真ん中へどたりと落とされました。それ、出たそれくらいのことは心得た後棒の若い者。息きえをとって、 花嫁の籠の前に立ちふさがりましたが、相手はその出花をくじくようにおこいから飛び出して、胸のあたりをどんとつきました。何分夕闇の中に起こった不意の出来事で、それにくせ者は恐ろしい手練。後棒の若い衆は思わず跳ね飛ばされて尻餅をつくと、その間に飛びついた第二第三の男。物をも言わずに花嫁の籠をひっさらって、 引きずるように横手の狭い路地の口へ。やろう待ち上がれ先棒はようやく起き上がりましたが、向こうずねをしたたかにやられて、急には動けません。前後の四丁のカゴは、この時ようやく下ろされて、八人の若い者が、何をしやがる息ずれを振りかぶって、八方から花嫁のカゴを追いかけました。 幸い路地は三尺の抜け裏で、籠は容易に通りません。花嫁の籠は少し斜めにその口を塞いだまま放り出されたところへ、十人の威勢のいいのが十本の生き杖を振りかぶって、すかさず追いすがったのでした。別に町籠を仕立てて花嫁の行列のすぐ後に続いたガラッパチは、この騒ぎを見ると転がるように降り立ちました。とうとう出やがったか 逃がすなそれでも商売柄一番先に路地の口に飛びつきました。が、花嫁の籠が入り口を塞いで、急には癖者の後を追うこともできません。ええー、めんどくせえ籠を飛び越して路地の闇に入ると、花の先に当せん棒をしたのは、恐ろしく頑丈な木戸。やいここ開けろ 押しても叩いてもびくともすることではありません。そのうちに四丁のカゴから飛び降りたナコード夫婦やら付き添いの者の。これは一番先に花嫁の安否ということが頭へ響きます。飛びつくようにカゴの垂れを押し上げて、おせんさん、驚いたろうと見ると、中は空っぽ。あっとっさの間に、 籠の中から花嫁はさらわれてしまったのでした。三。八尾峰の近くまでたどり着いて、いくらか心持ちに隙のできたところを狙ったやり口や、抜け裏を利用して籠で入り口を塞いだ細工などを見ると、容易なくせ者ではありません。親分、何とも申し訳がねえ。 俺は腹でも切りてえ。すっかり恐れ入って報告をするハチをなだめるように。いや、その様子では俺が言ってもしくじったかもしれねえ。手放せねえ用事があったにしても、てめえ一人やったのが間違いだ。平次はそんなことを言っております。時を映さず、ネズミや横丁の抜け裏から、八尾峰の立ち騒ぐ人たちの様子。 驚き呆れる実験棚の矢男まで回ってみましたが、手がかりらしいものは一つもありません。六尺棒を若い詩の股の間に投げ込んだ手際じゃ、ザラの泥棒や人さらいじゃねえ。という噂を聞いたのがせいぜい。平時は何の売るところもなく、明け方近くなって引き上げてきました。その頃は、諸大名の門番や見つけの番人は言うに及ばず、 渡り中元、軽肺な私分のものまで一種の武器として棒を使ったもので、かごやの股へ棒を放り込むくらいのことは、ちょっと心得のあるものなら誰にだってできます。花嫁は評判の固い娘で、八尾峰の総領とは言い名付け同士。色恋の道行きでないことは、口差がない近所の女将さんたちまでが、ぼた持ち版を押します。それに盗まれた花嫁は、 これから感情して四人目。手口はそれぞれ違いますが、とにかくよほど深いたくらみのあることは、花のいい平時にはわかりすぎるほどわかります。それから三日目。親分、聞きなすったか朝のうちからガラッパチが怒鳴り込んできました。なんだハチ、相変わらず想像し。 石原のもしくじったんですとさ。何昨夜柳原菓子で石原のリスケ親分があの大きい目を光らせている中から五人目の花嫁がさらわれたって言いますぜ。材木菓子の三倉屋の娘で今度は低下器量だ。うーん。これで五分と五分だ。石原のでさえ馬鹿にされたんだ。八五郎ばかりがしくじったんじゃねえ。ざまあ見上がれた。馬鹿野郎。へっ。 石原の兄がしくじったからって、てめえの土地の言い訳になるかえへ、ー。俺はそんな心がけの人間は大嫌いなんだ。こっちはこっち、石原の兄は石原の兄だ。人の失敗を喜ぶような野郎は、俺のところにいてもらいたくねえー。えへ。てめえは人間はガラガラしていて誠に出来の良くねえ野郎だが、悪気のないところだけが取り柄だったんだ。えへ、ー。 平治の怒りはいつになく春烈を極めました。さすがのガラッパチもあまりの風向きにしばらくは口も聞けません。さあ、出て行きやがれ。俺はそんなに根性の曲がった野郎を見ていたかはねえ。親分、なるほどそう言われてみると足が悪かった。勘弁しておくんなさいまし。ならねえ。そう言わずに、親分。詫びを入れたきゃ、石原の兄へ行ってそう言ってみろ。 孫ごしやがると向こうねをかっぱらうぞ石原の兄の手柄を喜ぶような心持ちになったら、改めて会ってやる。あまりの剣幕に驚いたか、ガラッパチは二つ三つおじみをすると、怯えた猫の子のように、後ずさりに孔子の外へ飛び出してしまいました。日頃温和な平時がこんなに怒るのは、何か死災のあることでしょう。 人のいいガラッパチは押して聞き返す勇気もなく、妙に諦めかねた涙ぐましさで、いずこともなく立ち去ってしまいました。4。間もなく、第六人目の花嫁が盗まれました。新川屋町の染物屋の娘を立つ。同じ神田鍋町の酒屋、 伊勢直へ嫁入りさせましたが、どこでどうすり替えられたか、向こうへ行って綿帽子を取ってみると、花嫁が変わっていたというのです。家を出て籠に乗せるまで、ナコードは花嫁の手を離さず、伊勢直への道中は、自説柄出入りの頭や職人に頼んで厳重に守らせ、籠を降りるとナコードの他に大勢が人垣を作って送り込んだのですから、 途中ですり替えられるはずは万に一つもあるとは思われません。その上、何ということでしょう。この晩は双方から頼み込まれて、特に銭型の兵士が乗り出し、酔いから嫁の姿を見張って、一時も綿帽子から目を離さなかったのです。嫁のお立つは里型の染物屋にいるうちに変えられたに相違ありませんが、それがどこでどうして入れ替わったか、 さすがの平士にも全く見当がつきません。お達の代わりに花嫁に仕立てられたのは、どこから来たともなく、二三年この方神田たりをさまよい歩く女小じのおろく。これは金看板の馬鹿で、何を聞いても一向取り留めのない始末です。おめえはどこから誰が連れてきたんだ言わないか。言わないよ。言わなきゃあぶつよ。 呆れた馬鹿だ。よってたかって攻めると、黙っていさえすれば、伊勢屋の若旦那のお嫁さんにするって言われたんだ。言うもんか。この調子では全く手がつけられません。もっとも、評判娘のお立つとはにもつかぬ醜い器量で、年も三十はいくつか越したでしょう。綿、ま、帽子さえなかったらお立つと間違えられるおろくではありませんが、 女小じにしては様子がいかにも華奢なのと、一言も口を聞かなかったので、伊勢直へ連れ込むまで誰も気がつかずにいたのでしょう。それよりも重大な原因は、近頃の物騒な噂に怯えて、人間という人間があまりに緊張しきっていたために、思わぬ心理的欠陥に上ぜられたのでしょう。何しろ伊勢直は煮えくり返るような騒ぎ。 せっかく酔いから大目玉を向いている兵士も、今度という今度はすっかり面目玉を踏みつぶしてしまいました。なおもおろくを捕まえて、脅かしたりすかしたり、一晩がかりで攻め抜いてみると、誰やら知らない人が来て、伊勢直の若旦那と沿わせてやるからと言って、知らないうちへ引きずり込んで、湯へ入れて化粧をさせて門付きを着せて、伊勢直の裏口からそっと引き入れた。 というだけはわかりましたが、おろくの足りない脳みそは問い詰められると混乱するばかりで、誰やらという人相も、引き入れられたといううちも、まるで見当がつきません。わかったことというと、おろくの着ていた紋付きや帯は、おたつの着ていた品と色も柄もそっくりそのままというほどよく似ておりますが、実は今までにかどわかされた五人の花嫁の身につけた品のうちから、 お達の嫁入り自宅とによりの品を集めたもので、少し気をつけさえすれば、誰にでもその違いはわかる程度のものだったことです。銭型の親分、ご覧の通りの始末だ。誰のせいというわけではないが、どうか嫁を探してやってください。六人の花嫁を一緒に探してくだされば、それに越したことはありません。万一のことがあったら、 伊勢直の主はごくりと固唾を飲みました。面目次第もございません。平時の男にかけて、きっと探し出してお目にかけます。三日と言いたいが、せめてあと五日。この月中には何とかいたしましょう。言葉は柔らかいが、平時の胸の中には、没然として命がけの決心が定まったようです。 後ろ指を刺されるような心持ちで、そのまま外へ。騒ぎを聞いた近所の人が、往来へ柿を築いて、闇の中には物々しい囁きが、微風のように動きます。五。おっかあ、うちにいなさるかい。あら、親分。 おしずは平治を迎えていそいそと立ち上がりました。平治の言い名付けになってからは、両国の水じゃへ出るのはよしてしまって、八丁堀のよりき、笹の新三郎のところへ手不足の時だけ手伝うのがせいぜい。大抵はうちにいて、母親を相手に嫁入りの心自宅ともなく、針を持つ日の多いこの頃だったのです。 この時おしずは平治と九つ違いの十八。焼く前に終言の酒月だけでも済ませるつもりで中央土まで立てておりましたが、お上の御用の多い平治は、せめて春長にでもなったらと、一日のばしに延ばしていたのです。美しさも賢さも申し分なく恵まれたおしずは、平時の顔を見るとポッと顔をあからめて立ち上がりましたが、 それを抑えるように。まあ、親分。よくいらっしゃいました。次の間から母親が出てまいります。すっかりご無沙汰をしちゃった。お変わりもないようで、こんな結構なことはね。ところで、今日は少しお願いがあって来ましたが。ちょうどいい安部だ。シーボーも一緒に聞いておくれ。まあまあ、御用の多い体を気の毒な。 そう言って使いでも下されば、こっちから伺ったのに。とんでもね、え、年寄りを歩かせるようないい話じゃないんで。実は、平次は言いにくそうに頬を撫でました。これは、ナコードから言ってもらうのが順当だが、それでは俺の心持ちがすまねえ。親子は黙って顔を見合わせました。 重大な意味のあるらしい平時の真意を図りかねたのです。ざっくばらんに言ってしまえば、一日のばちにしていた死とおしずの終言を、わけがあってこの月のうちに運びたいと思うんだが、どんなもんだろう。ええ、早いに越したことはありませんよ。私もおしずも親分がその気になってくださると、どんなに嬉しいか知れないが、母親は、 真っ赤になって差しうつ向くおしずを振り返ってこう続けました。この月と言ってもあと三日しかないから、支度がとても間に合わないよ、親分。おっか、それも承知だ。が、あと三日のうちに祝言の真似事だけでもしないと、俺の男が立たないことがあるんだ。親分の男がそう言っただけではわかるまいが、知っての通り、近頃あっちこっちの花嫁が盗まれる。 それも、神田一円と日本橋の数課町をかけての修言ばかりを狙って、これから六人も行き渡しずだ。神隠しに会うのか、門分かされるのか、ともかく容易なことじゃねえ。そうだってね、親分。笹野様もことのほかご心配で、平時何とかしろとおっしゃるが、こればかりは雲をつかむようでどうにも手に負えねえ。 神隠しなどという言い訳はお神筋は通らないから、じって鳥り縄を預かる者から言えば、これはどこまでも悪者の仕業に違いねえ。ガラッパチも石原の兄もしくじったのを承知で、伊勢をの周限へ行って見張ったはいいが、この兵士までが見事に裏をかかれ、尻尾を巻いて引き下がってしまったようなわけだ。世上の人が後ろ指を指しているようで、どうにも外へ出る勢いもねえ。 お願いというのはここだよ、おっか。この説はすっかり怯えてしまって、この界隈には猫の子の修言もね。ぐずぐずしているうちに、相手が見切りをつけて、六人の花嫁をまとめて謝るとか。そんなことはないまでも、縁獄にでも持ち出されたら手のつけようがね。ここでもう一度相手から仕掛けさせて、動きの取れぬ証拠を握るためには、たった一つでもいいから修言が欲しいんだよ。 俺の目の前で花嫁をすり替えた相手だ。平次が嫁をもらうと言ったら、万に一つも黙って見ているはずはね。惜しい坊に幾度も危ない思いをさせちゃ気の毒だが、一番花嫁になってかどわかされて、くせ者の巣を探ってもらうわけにはいかないだろうか。折り入っての頼み。男の額には冷や汗さえ浮かべておりますが、あまりのことに、母親は返事のしようもありません。 しばらくごましになった首を襟にうずめて、何を考えるともなくぼんやりしてしまいました。親分、そんなことでお役に立つなら、どうぞ私を使ってください。終言をしてとは言いませんが、おしずは顔を上げて、平時よりはむしろ母親の心持ちをはかりかねた様子でこう言いました。おしず、何を言うんだよお前。いえ。 おっかさんのご心配はごもっともですが、私は親分のお力を信じきっております。高田お役園の手入れの時だって、お茶の水の空き家に吊るされた時だって、親分は見事に救ってくだすったじゃありませんか。ねえ、おっかさん、どうぞ私を今晩にも親分のところへやってください。母親の膝に手を置いたおしず、それを揺すぶり加減に少し甘える調子でせがんでおります。 平次はこのけなげな心意気に打たれて、両手を合わせて拝みたいような心持ちで黙って差し控えました。6。その翌々日、平次はおしずと終言の酒をあげることになりました。コードは笹野慎三郎のよう人、小田島伝蔵老人。 いずれ春には腰入れするはずで、ぼつぼつ支度を心がけていた矢先ですから、貧しいちょう度ながら一通りのものは揃っております。おしずのうちから平時のうちまではほんの二三丁、籠にも車にも及びません。平次とおしずが立って断るのも聞かず、小田島伝蔵老人夫婦のほかに、平時の購買やら古文やら二三人、 花嫁姿のおしずを遠巻きにして、平時のうちに送り届けたのは、その晩のまだ酔いのうちでした。ガラッパちがいたらさぞ頓強な声で一座を賑わしてくれるだろう、と思うと、見えざる相手の仕掛けを待って、期待と闘争心に燃える平時の胸にも、何かしら一脈の寂しさが、冷たい風のように吹き入ります。 新妻をさらわせるつもりの平時、祝言の席からかどわかされるつもりのおしず。二人の気持ちをうすうす読んだ客。この祝言は、まことに不思議なものでした。どうせ裏棚住まいの平時、知恵や狂気はあっても、金っ気などはろくにありません。それでも花嫁を迎える用意だけは一通り整えて、借り物ながら屏風を回し、 島台を飾り、足の高い禅や絹物らしい座布団、自節柄寄せ集め物の火鉢まで、どうやらこうやら揃いました。二間ぶっこ抜いた部屋が式場で、その裏が花嫁の支度部屋。長屋の者が集まってめでたくさん三々黒が住むと、高砂や豆腐といった調子のが始まります。 門付き姿の兵士も立派でしたが、それにもまして、おしずの花嫁姿は鮮やかでした。このままお開きとなれば、何もかも無事に収まります。六人の花嫁を盗んだくせ者も、さすがに銭形の兵士の嫁には手をつけられなかったのでしょうか。やがて花嫁は、次の前下がりました。怪しげながら、 門きを脱いで色直しということになります。坂はいく回りかして三座目く一座。角分かしも何も忘れてしまってだいぶいい心持ちになってきましたが、どうしたことかしばらく経ってもおしずの姿が見えません。ちょいと、髪結いのおつるさんが屏風から顔を出して小田島老人を呼びました。 嫁さんはどうしたんだい先ほどからお見えになりません。何一座は騒然として立ち上がりました。頭から被かった風呂敷でも金振りしてたように、乱水が一んに冷めてしまったのです。色直しの着付けを済まして、ご不浄へいらしたようですが、それっきり見えません。界隈でよく知られた名人の髪結い。 額から右の目へかけて赤いあざのあるおつるが、その醜い顔を歪めておろおろしております。とうとうやりやがったな。向こ姿の平時、忙しく羽織をかなぐり捨てると、旅裸足のままパッと裏庭へ飛び出しました。誰が開けたか路地へ抜ける木道はバタバタになって、そこには嫁にもほの白く、まがいものながら大枚のかんざしが一本、 落ちております「7平治の活動は本当に火の出るようでした」「6人の花嫁を救い出すためにあらゆるものをかけてしまった平治はこの上失敗を重ねるようなことがあれば死んでも申し訳が立たないことになるのです」「世上の噂 笹の新三郎の特例。それはしばらく我慢するとしても、おしずの母親の嘆きは、一時も見てはいられません。それに、あの自分のために進んで四地に飛び込んだおしずの、正常無垢な美しい体を考えると、サイコロの目一つにあらゆる心象を張り込んだ人間のように、平時は腹の底から胴部類を感じるのでした。 平治は今までも決して遊んでいたわけではありませんが、もう一度必死のスタートを切って、嫁入りと関係のあるあらゆる商いを調べてみました。第一番に、神田日本橋の五福屋、越後屋、白木屋をはじめ、筋の立ったところを全部当たってみましたが、江戸中に毎日いくつあるかわからない修言のうちから、神田日本橋のを寄り出して聞くなどは、 次は、へ行っ節や、こまものや、た鰹節や、書道具や、魚や、酒屋、いやしくも嫁入りの御用を務めそうな棚は、自分か子分かが一通り回ってみましたが、どこにも怪しい節などはなく、また婚礼の日取りなどを聞き回った人間の噂は一つもありません。 しかし七人の花嫁門若氏の手口は、ことごとく周到な用意と長い間の計画でやったことで、偶然の巡り合わせで行き当たりばったりな仕事でないことはよくわかっております。念のため、一度は諦めた女小敷のおろくを、その巣にしている明神様の裏手の立て捨てた物置小屋へ見に行きましたが、なんとしたことでしょう。これは見るも無残に区切り殺されて、 ボロとわらくずの上に醜い死骸を横たえております。しまった。こんなことならもう少し口をきかせるんだった。といったところで追いつきません。今度ばかりは銭形の平時ほどのものも全く持て余してしまいました。下町中の質屋という質屋、古物屋という古物屋は古文のものを飛ばして選索しましたが、これからこっち、 嫁入り道具などを持ち込んだ者は一人もありません。こんな虚しい努力を続けているうち、たった一つ気のついたことは、石原の利助とガラッパチが、平時とほぼ同じ調べ口で、あっちこっちを探し回っているということだけでした。8. 平氏はおしずにいろいろのことを言い含めておいたはずですが、不思議なことに、門どわかされたおしずからは、何の合図もありません。おしずの襟やおび揚げの中には、格子や窓の隙からでも放れるように、平時宛に書いた手紙が幾本も用意してあったはずですが、どんな場所に閉じ込められたか、そんなものは一つも平時の手元に届かなかったのです。そればかりでなく、 おしずの帯の間や懐の中には小さい竹笛がいくつか潜めてあるはずです。その笛をひっきりなしに吹いてくれさえすれば、平時の子分たちが聞き込まないまでも、近所の人が変に思って井戸端の噂ぐらいに登らないはずはありません。平時は夜となく昼となく、神田から日本橋をへとへとになるまでさまよい歩きました。 道に落ちた花紙にも驚き、あんまの笛の音にも肝を冷やして、本当に気の触れた犬のように駆け回ったのです。しかし、何もかも無駄でした。もしかしたら、六人の花嫁と一緒に、美しいおしずの死体は、今月にも大川に行くかもしれない、といった恐ろしい幻想に、平時は休むことも眠ることもできないありさまになっておりました。 ひしひしと身に迫るのは、食い入るような恐ろしい後悔です。疲れ果てた足を引きずるように、聖堂裏から小兵橋を渡って、柳原の方へ出ようとする兵士の潮垂れ果てた肩へ、後ろからそっと手を置いたものがあります。親分、ご心配ですね。振り返ってみると、髪結いのおつるまずい顔ですが、 それでも人のいい笑いを浮かべて、慰め顔に平士の顔を差し除きます。ああ、お鶴さんか。平時は夢見るように立ち止まりました。お静さんの行き方は少しもわかりませんか毛筋を瓶に刺して襟のかかった小袖。結び下げた黒樹脂の帯は少し猫じゃらしに尻を隠します。 困ったよ、おつるさん。おめえさんにも心当たりはないだろうか。はは、銭型の親分さんがそんなことをおっしゃっちゃ困るじゃありませんか。でも、今度ばかりは本当にお気の毒ねえ。親切とも皮肉とも聞こえる言葉を空耳に、平次はおつるについて、そのうちの前まで行っておりました。ちょいと寄っていらっしゃいな。お茶でも入れましょう。 ありがとう。少し休ませてもらおうか。断るかと思った平次は、おつるに誘われるまま、細かい格子道をくぐりました。中は女やもめの住みそうな磨き抜かれた蝶路。二三人の若い好き手が、男の客を物珍しそうに奥の方から娘らしい視線を送っている様子です。出がらしでございます。 汲んで出す茶。一口飲んで、長火鉢の猫板の上に置いた平次。あの娘さんたちは夜もここへ泊まんなさるのかねい,いえ、用事のない時は日が暮れると、めい,めいのうちへ帰しますよ。住み込みもあるんだろう。私はこんな性分で、人様の娘を預かることなどはめんどくさくてできませんから、みんな帰ってもらいますよ。すると、 夜分はお鶴さん一人だね。ええ。ちょうどいい安兵衛だ。これからちょくちょく遊びに来るとしよう。あれ冗談ばかり。そんなことを言うと罪ですよ。これでも女なんですから。それはそれとして、いい加減にして頭巾を取ったらどうだいえ何をおっしゃるんですお鶴は思わずきっとなりました。 七人の花嫁を出してもらおうか。九。平時の手はさっと伸びて、おつるの左の手首をぴたりとつかみます。何をするんだい、いやらしい。ふざけたことをすると、おかっぴきだって勘弁しないよ。というのを引き寄せて、ぐいと掴んだ女の腕をしごくと、二の腕に、 赤々と絞りの折り鶴。単調の鶴、御用だ何をどこから取り出したか、お鶴の手にはキラリと合い口。平時の首にさっと来るのを叩き落として膝の下へ。おめえが怪しいことは早くから気がついたが、証拠がなくて踏み込まずにいたんだ。花嫁が七人も続けざまに消えてなくなるのに。 それを手がけた髪結いを疑わずにいるほどの兵士と思うか言う,うちにも懐から蛇のように引き出した鳥縄。みるみるお鶴の体は高手小手に縛り上げられてしまいました。何をするんだ私は女髪結いのお鶴。下町でも知らないものはない。何を証拠に銭形とも言われる者が縄を打つんだ畳を舐めさせられた額の赤ざは火のごとく燃えて、 仕込めの恨みの目は、毒蛇のようにキラキラと光ります。黙れあの壁を見ろところどころに爪で引っかいた蛇の目の印があるだろう。あれはおしずに言いつけた合図のしおり。俺の名前から思いついた銭形だ。あの印があるところにおしずがいるに違いない。さあ、いえ。七人の花嫁をどこに隠した知らない知らない。立って探したかったら裏は神田川だ。 水の底でも覗いてみるがいい。ふてくされたおつる。歯を食いしばって、兵士の顔を肉肉しく見上げます。七人の命には変えられない。言わなきゃ兵士の終始にはないことだが、おめえの体を五分試しだ。これでもか兵士もさすがに一生懸命です。額に降り注ぐ冷や汗を片手殴りに吹き上げると、女の手から打ち落とした合い口を取って、 そのしらじらとした喉へぴたりと当てました。冷たくてとんだいい心持ちだよ。さあ、と思いについておくれ。お前に殺されれば本望だ。何を隠そう。私は長い間お前におかぼれしていたんだよ。それはおそらく本音でしょう。平時を斜め下から見上げる悪女の目には、不思議な浄化がメラメラと燃え盛るのです。 ええ、しぶとい女だ。いえ、七人の花嫁をどこへやった思わずぞっとしながらも、平次は相口の峰を介して女の頬を叩きます。ダメだよ。そんなことを言っているうちに、七匹のメスはひとまとめにして江戸から送り出す手はずができているんだ。私はお仕置きになるだろうが、その代わり、私の首がさらされる頃は、お静をはじめ、七人の花嫁は、 島原か長崎へ叩き売られているよ。何ひとまとめにして江戸から送り出す。平次はさっと次の間のか紙かを開けました。この騒ぎに好き手の娘たちはどこへ行ったかわかりませんが、突き当たりの障子を開けると、目の下は真っ黒に濁った神田川の流れ。平次の胸には、初めて事件の謎を解く最後の職行が刺したのです。 十。石原の親分、そういったようなわけだ。面目次第もないが、当分ここへ置いておくなさい。ガラッパチはしょげ返って、リスケの前に両手をつきます。リスケは黙って腕をこまぬきました。平時の転旦な心持ちが、今はもうわかりすぎるほどわかりましたが、長い間反目してきたリスケは、 ガラッパチの前に釈然として見せるには、少しばかり負け惜しみが強かったのです。ともかく、詫びをするなら石原の兄にしろというくらいですから、足の言うことなどを聞く銭形の親分じゃありません。ついでの時、どうぞよろしく取りなしてください。足は、あの親分から見放されるくらいなら、首でもつって死んでしまいますよ。どうけたうちにも妙に真剣なガラッパチの調子を見ると、 リスケはなんとなくくすぐったい心持ちになります。まあいいやな。そのうちに何とかなるだろう。しばらくここにぶらぶらしているがいい。ありがとうございます、親分。二人がそんな話をしているところへ、表からリスケの子分が二人連れで帰ってきました。親分、変な噂を聞き込みましたよ。なんだ両国の水よけに、 ひじるめんの片袖が引っかかっていたそうですよ。えそればかりじゃありません。この二三日、うこん色のしごきだの、かのこしぼりの下じめだの。変なものが、百本いや英体へ流れ着くそうですよ。そいつは耳寄りな話だ。行ってみるか、蜂屋に。見つけは立ち上がりました。見えりましょうおしずさんはじめ七人の花嫁は、 どこが貸しっぷちのうちにでも押し込められているに違えねえ。それから間もなく、リスケとガラッパチは古文のものに橋家を焦がせて、大川の右左を上から下へ、下から上へと見回り始めたことは言うまでもありません。日はもうとっぷり暮れて、筑波おろしが灰色の水を渡ってヒューと吹き起こります。ちょうどその時、 ゼリ型の兵士も一層の橋家を焦がせて、大川の上をこぎ回っておりました。これは浜町菓子から駒形まで、両岸の人家には目もくれずに、川の中に浮かんでいる船にばかり目をつけております。七人の美女をひとまとめにして、人目につかぬように髪型へ持っていくには、船より他に手立てはないと睨んだのでしょう。橋の上手。 この時効にはめったに見かけない屋根船のもやっているのを遠くの方から二三度伺った平次は、もはや躊躇はしませんでした。見ると、目指す屋根船は怒りを上げて、揚げ潮に揺るぎ出しそうなありさま。待て待てその船に不審がある酔い闇の中から声をかけた平次。橋けをピタリとつけさせると、船端から船端へさっと飛び移りました。 なんだ、いきなり人の船にへってきやがって。水竿を取り上げてガバと打ってかかるのを、身を開いてつつつと懐へ入ると見るや、当て身一本。先導はくもなく赤の中にのけぞります。中へ飛び込もうとすると、誰だ、想像し。道の間から飛び出したのは、一人、二人、三人。いずれも荒れくれた大男。そのうちの一人は日本雑誌のようです。 ご用だぞ神妙にしろ何を七人の花嫁をかどわかしたのは貴様らだろう。何をそれ相手は一人だ切ってしまえ三人の男は切っ先を揃えて、平士を三方から取り囲みました。平士の武器というのは、実手が一丁。真っ先に飛び込んできた脇差しを引っ外して実手を左に持ち帰ると、右手が懐に入って取り出した青線。 えっ <laughs> 松崎の一人は左の目を打たれて引きしりどきました。しかし、相手はまだ二人。友の方からはもう二三人、先導が助立ちに飛んでくる様子です。平次はじってと青銭とをかわるがわる飛ばしてわずかに身を防ぎましたが、相手の武家は思いのほかの使い手で、平次も次第に圧迫されるばかりです。大川の上から下へ、 はしきを焦がせていたリスケとガラッパチは、この時ようやく平時の機能を見つけました。それと屋根船へへ先を叩きつけると、リスケガラッパチをはじめ二人の子分。銭形の兄、もう大丈夫だ。リスケが来たぞ。親分、八五郎が見えりました。ご用、ご用船の上にはひとしきり乱闘が続きましたが、 平次とリスケの取り物上手な駆け引きと、一つは大勢の力で、大した過ちもなく、まもなく一味五人をがんじガラめにしてしまいました。中仕切りを開けてみると、どうの間には縛られた七人の花嫁。踏み砕かれた花束のように、一塊になって震えております。あ、ほやぶんその中でも一番美しくて一番気の確かなおしずは、 平時の姿を見ると、悪夢から覚めたように飛び起きて駆け寄りました。七人の花嫁をかどわかした神唯のお鶴は、単調のお鶴という有名な女族で、額から目へかけての赤あざは、人目を忍ぶために絵の具で描か,かせたものでした。しかしあざはなくとも恐ろしい修婦で、 三十過ぎるまで男というものに目をかけられたこともなく、元より縁談を持ち込む物好きもなかったので、やけと呪いとが講じて、世上の美しい花嫁をみんな手当たり次第に祝言の席からさらって、幸福の絶頂から不幸のどん底に落としてやろうと思い立ったのでした。それを助けたのはことごとくおつるの相棒や子分で、美しい盛りの七人の女を、 船で島原か長崎へ持って行って、いいねに売り飛ばそうとする矢先を、危うく銭形の兵士に捕まってしまったのです。大川へひじり面の片袖や、右近のしごきを流したのは、おしずの知恵だったことは言うまでもありません。ガラッパチを叱り飛ばしてリスケのところへやった兵士の真意は、言うまでもなくこの先輩と和解するためで、 平時のわだかまりのない態度に、今度こそはリスケもすっかりかぶとを脱いでしまいました。